旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人のシイカです。今回は徳島にあるカフェスイーツが美味しいグルメスポットをご紹介します。徳島県のグルメといえばやっぱりさぬきうどんでしょうか。最近では徳島ラーメンも人気を博しています。さらにはすだちや阿波踊りなどの徳島グルメでは欠かせない特産品も揃っています。そんな徳島グルメの中で裏方的な存在のカフェスイーツでもこれがまた結構充実しているんです。今回は徳島のカフェスイーツをご案内します。ただ未だに残るコロナウイルス感染症の関係で各店舗に影響が出ている可能性も。お出かけの前に一度状況を確認することをお勧めします。この動画で紹介されていないおすすめがありましたらぜひコメント欄でシェアしてくださいね。最初にご紹介するのはイタリアンジェラートドルチェです。イタリアンジェラートドルチェはショッピングプラザアワーズの向かい側にあるドルチェです。駐車場も広くて気軽に立ち寄りやすい立地。駐車場から店内へのアプローチはまるで海外に来たような気分になります。色鮮やかな季節の花がお客様をお迎え。店内は木材をふんだんに使った空間でとても気持ちが良いですよ。ショーケースの中には阿波市の野菜やフルーツにこだわったジェラートがたくさんあります。目にも可愛く絶対に迷ってしまいますね。お天気のいい日なら緑に包まれたオープンテラスでいただけます。また店内席でも窓辺に広がる雄大な山々を眺めながらジェラートを堪能。子供用の椅子もあってママさんにも優しい空間となっています。イタリアンジェラートドルチェの美味しさの秘密はこだわりの牛乳なんです。新鮮なノンホモ牛乳を仕入れドルチェで低温殺菌しています。季節に合わせた素材、特に阿波市の野菜や果物を使っているジェラートは毎日作りたてです。一口食べると思わず笑顔になりますね。そして石焼き焙煎のコーヒーは香りもグッドでなんともまろやかな味。後味もすっきりしていてジェラートとの相性も抜群です。続いてご紹介するのはカフェククルです。カフェククルはまるで北欧の小さな喫茶店のようなカフェです。お店の雰囲気が作り出すようなゆったりとした時間が流れる中、ふんわり甘さ控えめの味わい深いパンケーキを味わってください。シンプルで素朴なとっても美味しいパンケーキなんですよ。しっとりふわふわのパンケーキが食べられる徳島のカフェといえば、末広で営業しているカフェククルをイメージされる方も多いですね。チョコバナナとかあんことわらび餅などといったスイーツ系のパンケーキが大人気なのですが、がっつりと食事がしたい方にもおすすめの食事系パンケーキもあるんですよ。カフェククルはパンケーキがメインのカフェとなっています。古い建物をリノベーションしたようなレトロさが素敵な空間です。カフェのオーナーさんが一人で丁寧に作り上げていきますので、注文をいただいてからテーブルに出てくるまでに少々時間をいただくことに。その分上品な味わいとインスタ映えが完璧な見栄えの良いパンケーキが満喫できます。季節ごとのフルーツやフレーバーの限定メニューもあって何度行っても飽きない美味しさです。続いてご紹介するのは阿部コーヒー館です。阿部コーヒー館は徳島市にある自家焙煎コーヒーが味わえるカフェです。サイフォンスタイル、エスプレッソスタイル、ストレートコーヒーなどコーヒーメニューもバラエティ豊富。フードメニューとしてサンドイッチやトーストなども揃っています。落ち着いた空間に作られた自家焙煎コーヒーの専門店、自家製蒸しパン、ワッフル、ケーキなどといったカフェスイーツのセットもあります。一杯ずつサイフォンで入れられる自家焙煎のコーヒーはホッとできる優しいお味。ドリンク代だけで食べられるお得なモーニングセットもありますよ。阿部コーヒー館でおすすめのカフェスイーツなのが開業以来定番になっている自家蒸しパンセットです。さらには丁寧に焼き上げられたホームメイドケーキも見逃せません。美味しいコーヒーとともに思わずスイーツも食べ過ぎてしまいそうですね。続いてのご紹介はバースブックコーヒーです。バースブックコーヒーはその名の通り徳島で有名な月屋書店から生まれたカフェです。当然本屋さんですから店内の本棚にはたくさんの本が並んでいます。一人で静かに読書をしながらお茶をしたい時におすすめです。本を読みながらというのも素敵ですが、パンケーキやローストビーフといった絶品のフードメニューにも注目です。徳島で月屋というとすぐに書店を思い浮かべる人が多いでしょう。月屋書店松重店がオープンして早15年以上が経ちました。バースブックコーヒーはオンライン
ラインショップとともに新しく生まれたカフェで、プチリゾートがコンセプトになったブックカフェなんですよ。店内には月屋書店セレクトの本が並び、気に入った本があれば書店から取り寄せができます。バースブックコーヒーで人気のカフェスイーツがいちごのモンブランパンケーキです。クリームチーズを使った優しい甘さのいちごクリームがたっぷりと乗っかったパンケーキ、いちごの美味しさが凝縮された自家製ソースとアイスの相性が抜群です。そしてもう一品、ちょっと贅沢なフルーツパンケーキも見逃せません。バニラアイスとたっぷりフルーツが乗ったパンケーキ、自家製のベリーソースとメープルシロップがついています。続いてのご紹介はぐるりとです。ぐるりとはおしゃれな雰囲気が人気のカフェです。表面に穴が開いたような濃厚なチーズケーキが評判のお店で、コーヒーとの相性も抜群です。季節ごとに新しい限定メニューも登場しますので、お店に行く前にチェックしておきましょう。またフードメニューのサンドイッチも絶品と大人気です。ぐるりとはちょうどいいと思える時間が過ごせるカフェ。ちょうどいい時間とは優しい時間を意味していて、こんな時間を過ごせる場所を欲している人も多いことでしょう。そんな気持ちになれるカフェを作りたいということが発端になって、慣れ親しんだ徳島に誕生したのがぐるりとなんです。美味しいコーヒーに美味しいチーズケーキと、メニューは至ってシンプル。豪華なメニューはなくてもシンプルでちょうどいい小さな喫茶店になっています。もちろん人気のメニューはコーヒーとチーズケーキ。チーズケーキは数種類のチーズとたっぷりの生クリームを使って作られています。濃厚で優しい穴あきチーズのような自家製チーズケーキです。お好きなコーヒーをチョイスできます。その他のドリンクもドリンク代プラスでチーズケーキをセットにできます。続いてのご紹介はマハロです。マハロはパンケーキカフェとして知られるカフェで、季節感にあふれた旬の食材を使ったパンケーキが大人気です。さらにはパンケーキだけでなく、フレンチトーストやパフェなどのカフェスイーツも揃っています。テーブルに出てきたスイーツを見た瞬間、思わず笑顔になれるカフェです。滑らかな卵と濃厚バターの香りが食欲を沸かせるパンケーキに、季節のブランドフルーツが山のように盛り付けられたスイーツ、まさに夢が叶えられるのがマハロなんですね。様々なメニューの中で特にチェックしておきたいのがティラミスパンケーキ。贅沢に生地にまで練り込まれたクリームチーズが特徴です。焼き上がった時の香ばしさは他のカフェで味わうことはできません。マスカルポーネチーズをミックスしたリッチなホイップをたっぷりと使い、仕上げに振りかけられるココアパウダーのほろ苦さが美味しさを強調しています。定期的に移り変わるカフェランチも評判。お昼もおやつもマハロに任せておけば問題なしですね。最新のメニューは SNS で紹介され、なんと新作メニューを抽選でプレゼントするという Twitter 企画が話題になっています。今回は徳島にあるカフェスイーツが美味しいグルメスポットをご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。四国の徳島には様々な郷土料理やご当地グルメがありますが、カフェスイーツ系はあまり前に出ていません。でも県内各地にあるカフェやレストランでは人気のカフェスイーツがたくさんあるんです。旅を楽しむ途中に立ち寄りたいカフェ、そこで美味しいスイーツに出会えたら、とっても幸せな気持ちになれますよね。徳島で素敵なカフェスイーツを見つけてください。旅行の達人が運営する LINE アットに登録すると、お得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。